ね、しっかり伝わってくるから、それは見てる方のみんな感じてます。大事なことです。メロディーの流れも正確です。だからメロディー、言葉、発音、これはとてもいいんだけど、要はそれをいかに料理するか、要はいかに表現を深めて、この詩作詞家松井良先生が書いたこの詩の主人公を演ずるかっていうところが大事なんですね。で、少し私が聞いてると、これ声質なのか緊張感なのかわかんないんだけど、ちょっとどうですか。やはり人前で変わるときは緊張しますよ。緊張して声が出たり、すいません、ちょっと風邪をひいてて、あの2週間ほど痩せてたもんですから、金曜日からちょっと声出ししだしたこと、また喉が疲れた感じがします。なるほど、やはりね、はい、必ず理由があるんですね。緊張してるのか、まあ、ちょっと思い通りに声が伝えられない、はい、そういう時ありますよね。はい、わかりました。そういうことを聞いて、一つ参考になりました。だからおっとりとしっとりと歌う歌ですから、ちょっとそこに対して、てんやこらまかせのせのの、がいいか、まかせのがいいかの違いね。ののと頭が入るんだけど、の伸ばす場合のって柔らかく響くでしょ。せのだとあんまり柔らかい感じですね。次、そして次、ふーな、ふーな、ふーなと、ふーな、うたさに、に、に、とちょっと違うね。ソフトに聞こえるでしょ。それは語尾の大切さ。語尾をまっすぐ危険度にやらずに、ついて、に、まあ理想ね、理想は揺れてバイブレーションがかかると一列がとても柔らかくなる。そういうところでちょっとまだ言葉の流れがね、硬いなっていう気にしました。でも今日はそんな会場のお枠になったので、頑張って来てくださってありがとうございます。また次回まで頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、続きまして。